じゃじゃーん、今日はパズルで遊ぼうね。はい、こんな感じでアンパンマンがパトロールに行くんだよ。そしてこれがキューブパズルになっていて、1、2、3、4、5、6、6面あるんだよね。6面をそれぞれ合わせて1枚の絵にしていくんだよ。こんな感じで1枚の絵にしていくよ。じゃあ次のページが、これは朝ごはんかな。朝ごはんを食べているところ、ここに天丼マンとかがいるね。天丼マンとかがいるから、これをどんどんと合わせていこう。これはね、多分こうかな。天丼マンのところにこうなって、この鍋のところが合わさっていると思うな。あ、いたいた、天丼マンいたよ。あ、これは、あ、カツ丼マンじゃなくて天丼マンでいいんだね。よし、それじゃあこれ、ここの部分は何になるかな。みんなわかるかな。あ、ご飯を食べてるところ、ご飯を食べてるところ、これで1列揃ったね。そしてこれは真ん中はどうかな。ご飯が、あ、ご飯があるね。これかな、これっぽいな。よし、それじゃあその真ん中だね。真ん中のところはどうかな。これはちびぞうくんが食べているのかな。あ、ここが逆だったな。逆、ちびぞうくんの鼻が上の方にあったね。そしてこのさらに上のところにはアンパンマンが見ていてくれているんだよね。こんな感じかな。あ、これだね。これでアンパンマンの顔があったよ。そして左端はちびぞうくんのこのお花だね。お花があるところ、これっぽくないか。これが、あ、花の先っぽにあったね。よし、あと2個だね。あと2個、これはどれかな。みんなも一緒に探してね、考えてね。あ、これがちびぞうくんの耳とアンパンマンの顔になっていたね。よし、アンパンマンが見つめる先にはこのパンがあるんだね。そしてメロンパンのちゃんがお皿を出して盛り付けてもらっているんだね。よし、次のページも行こうかな。次のページはこれだね。この歯磨き、みんなで一緒に歯磨きしようね。食べたら歯磨きだよ。歯磨きをする、これは、あれ、どれだろう。これはどれかな。これかな。これが歯磨きっぽいよね。あ、でも場所がちょっと違うかも。この端のところかな。端のところにあって、そして結構今回難しいかもしれないね。これかな。これが、よいしょ、アンパンマンの体、同じ場所じゃないところに、よいしょ、入れていかないといけないみたいだよ。これ結構大変だね。よし、頑張っていくよ。これはどうだろう。あ、歯磨きを持っているアンパンマン、ここだな、ここ。そしてあとが、これはどこだ。歯磨きっぽいところは、あれ、見つからない。とりあえず置いておこうか。置いておこうね。あ、これドキンちゃんが歯磨きをしている。これはアンパンマンの顔がこことつながっているね。そしてこのキューブはどうかな。あ、
バイキンマン逃げているよ。バイキンマン逃げている。ここでが少し合っているね。よし。あともう少し。結構難しい回だね、これね。これは歯磨きっぽい場所はどこかな？あ、でもこれ合ってるっぽいよね。ここがアンパンマンの顔。そして、これはこうかな？あ、これでアンパンマンの顔になったね。あと2つ。あと2つだね。これは、あ、そうだ。ここにバタコさんがいるね。この髪型、バタコさんだよ。バタコさんも歯を磨いていた。これで歯磨き完成。なかなか大変だね、これね。よし、次は何かな？みんなで遊んでいるんだよ。これはおもちゃの部屋だね。おもちゃの部屋で遊んでいる。ドキンちゃんが驚いているね。ここでバイキンマンが転んでドキンちゃんが驚いてる。今度は同じ場所かな？変えなくて良さそうだよ。よし。それじゃあさらにここの場所はこれかな？これでアンパンマンのマントがつながったね。そしてよいしょ、ここの場所、ここの場所はアンパンマンの顔、口のところだね。そして目のところがよいしょ、これかな、アンパンマンの目。そして頭はこれでいいかな。あれ、ちょっと違うな、これね。これはどれだろう。これはどれかな、これかな。あ、これでここかな、ここに、あ、段ボールを持ってる形になったね、ちょうどね。よし、あ、じゃあこれだな。段ボールでいろんなおもちゃを入れて片付けているんだね。遊んだら片付けよう。あとはアンパンマンの、あ、顔、そして段ボール。よし、一番最後はどこかな？これかな？これでアンパンマンの顔、そしてメーケンチーズのこの耳のところが重なって、これで三つ目のページ完成だよ。じゃあ次は何かな？遊び終わったら手を洗おう。手を洗おうね。今度も簡単な感じでいけるかな？あれ？これはいけないな。これはここだ。また位置を変えていかないとダメだね。バイキンマン、手汚れてる。みんなでちゃんと洗おうね。手を洗う。これだね。手を洗う。よし、ここだ。顔がつながっているよ。そして、あ、食パンマン、食パンマンがここにいた。よし、今度はなかなか順調なんじゃないかな。これはどれだろう。手を洗っている感じのところはあるかな。これか。これ食パンマンの頭のところだね。よし、これだ。なかなかいい感じで進んでいるよ。よし、次はどこだろう。これは、あ、そうだ。ここにこうなるんだね。ここでドキンちゃんが食パンマンのタオルを持ってきてるんだね。そして、あとは、あ、でも結構難しくなってきたな、これね。よし、これは置いておこう。そして、手洗いをしている。これかな？これかな？なんとなく合っている気がするな。あ、これは違うか。こうかな？ちょっと顔の形が違うね。こうでもないしね。あれ？こ
これはどこの麺だろうね。これは、あれ、ないな。それじゃあ、他のキューブ、あ、これだ。ここがちょうどあったね。石鹸を持っているよ。そして、こことここだよね。バイキンマンの顔がどこかに入っている面があるはずなんだけどな。こうでもないしね。バイキンマンは、あ、ここにいた。バイキンマンいたよ。こうだね。それじゃあこれが最後だから、アンパンマンの顔がどこかにあるのかな？これかな？やっぱり。これだ。あ、これで完成。結構大変だったね、これね。よし。続いては、お休みだね。お休みをするよ。お休みの準備、パジャマだね。パジャマを着て、バイキンマンがパジャマを着ている。今度は、同じ場所だから、探しやすいね。探しやすくなっている。いた、バイキンマン。そして、これは、あ、ドキンちゃんパジャだ。マ。ドキンちゃんのパジャマ。ハートのパジャマが、あ、ここにもあったね。よし。そして、よいしょ。これが、ドキンちゃんがいた。ドキンちゃんがいて、こっちにもいるはずなんだよね、ドキンちゃん。そして、これは、あ、これもバイキンマンがいたね。バイキンマン。この面は簡単だったよ。よし、あれ？この一番最後が、どの面になるのかな？こうか。こうかな？これでドキンちゃんの頭と、そしてジャムおじさんの顔合わさっているね。よし、これが最後かな？あ、最後だった。これでみんな一緒に寝ようね。おやすみ。